皆さんお疲れ様です。 SJ です。本日もよろしくお願いします。これを聞いてくれた方はチャンネル登録の方をぜひよろしくお願いします。それでは始めましょう。いよいよ本日ですね、本日 Amazon プライムでトリプル世界タイトルマッチですね。楽しみにしていた試合ですね、この3試合は。まず田中康生選手とバカセグア。ああ、ここはもう、田中康生選手ね、まあ、これ4階級目ですかね。最大のチャンスですよね。これぐらい美味しい相手っていうのはいないんじゃないですか？これを逃したら逆に最後ですよね。これは田中康生選手しっかり勝つと思いますよ。そして中谷潤人選手とサンティアゴですね。これもね、本当に一番楽しみな一戦ですね。中谷潤人選手が、まあ本日はね、もう、そして大津決定戦ではなくて、まあ、れっきとした強いチャンピオンを倒して、チャンピオンになれば、もう評価もまた上がりますよね。まあ、楽しみですね。そして一番今回勝負論があると言われているのが、井上拓馬選手とアンカハスですね。そして昨日の、計量なんですけど、これちょっと今話題になってるんですよ。昨日井上拓馬選手は、まあ順調にというかね、まあ減量きついと言われていながらも、まあしっかりと体重を作ってきましたよね。計量はクリア。それこれアンカハスなんですけどね。アンカハス計量がちょっとね、あれなんかちょっと何やってんだという感じでしたよね。アンカハスは、もう花からもう体重ちょっと厳しかったようで、まあ全裸に、パンツも脱いで全裸になって計量を、まあしましたね。まあそれっていうのはやっぱり落ちてるか落ちてないかのとこで、まあギリギリだったんでしょうね。そこでこの計量で、ちょっと怪しい動きを見せてたんですよね。ネット上では結構上がってますよね。これっていうのが、これちょっとどうしようかな。動画を録画して上げてもいいんですが、一応ちょっと、やめときましょう。本来はちょっと違反なんで。これがですね、アンカーズ、計量の時、まあ結構方向けてましたよね。アンカーズはスーパーフライ級でやってたんですけど、減量が厳しくて、まあ階級上げてきましたね。ただやっぱりアンカーズも、まだバンタムでも厳しい感じでしたね、これを見ると。そして計量の時何が怪しかったかというと、まずパンツを脱いでみんなに囲まれて、まあ計量しましたよね。JBC のジャスコーチ事務局長も、事務局長って言うんでしたっけ、いましたよね。安コーチからしても、軽量オーバーだけは避けたいですよね。まあ主催者からしてもそうですよね。もう全員がそうですよね。そこでアンカーズ、まあ変な体勢で軽量しましたね。なんかおかしいなと思ってたら、俺ちょっとね、アンカーズの横にいる、俺 MP プロモーションのショーン・ギボンズ氏の息子さんですよね。まあ、次期 MP プロモーションの、まあ、社長となるんでしょうか。この方が、もう結構近くにいて、アンカースね、これ、体重計に乗った時、これちょっと、アンカースちょっと、これね、肘を見ててほしいんですけど、この、ギボンズ氏の息子さんに、寄りかかってるんですよ、これ、明らかに。これっていうのが、やっぱり体重が厳しいんで、ちょっとでも軽くしようと思って、寄りかかったんですよね。いや、これ明らかに、だから、これね、実際に試したんですよ。これ寄りかかると、体重計、体重軽くできるのかっていう、とこなんですけど、自分が試したところだとね、より、ちょっと寄りかかると、一瞬は変わりましたね。ちょっと軽くなりましたね。まあ、100g、200g、ちょっと、変動ありましたよ。確かに。ただ、アンカースね、まあ、ほんとそれぐらいなんで、この、寄りかかったことにより、本当に、軽くなったかどうかっていうのは、ちょっと目で確認しないとわからないんですよ。ただ、この寄りかかったこれぐらいの寄りかかりだと、そんなに、変化しないんじゃないかなって思いましたね。まあ、変化したとしても、100、200とか、それぐらいだと思うんですよ。もしかしたら、だから、オーバーしてた可能性はありますよね。ただ、オーバーって言っても、本当100g とか、それぐらいの世界だとは思うんですけど、これはね、しっかりと指摘できる人がいればと思いましたよね。だから勝負っていうのは、こうやって、こういう、まあ、選手だけじゃなく、こういう陣営が厳しく見るっていうのも大事ですよね。
まあ、前回井上尚弥選手の試合で、バンテージの問題もありましたね。あれも陣営が、もっと厳しく見ないといけないところでしたよね。この、だから、ただ4日かかるっていうのは本当に微妙なところでしたよね。これ、後から見て、あーって気づいたことなんで、この辺をしっかり見逃さないっていうね、そういう目も大事ですよね。改めてこれ分かりましたよ。ああ、こういうのも大事なんだ。こういう指摘する人がいるかいないかでね、また変わってくるんです。これ指摘して、もし 100g でもオーバーしてたら、まあその選手は 100g 落とさなきゃいけないですよね。100g ならね、唾をね、ちょっとね、何回かに分けて吐けば落ちるんでしょうけど、やっぱりそれぐらいのことをね、させると、やっぱりその選手はもっと苦しみますよね。なのでね、まあ、とにかくアンカハスは、減量がうまくできてないんですよ、とにかく。ギリギリのギリギリでしたよね、おそらく。これね、体重を落とせないっていうのは結構ね、不調なんですよ。いつもは落とせるんだけど、今日はなんか落ちないって結構焦りが見えてるんですよ。これだからごまかしてるっていうのもアンカハスは焦ってたんですよ。なのでね、この辺がどう影響に出るかですよね。リカバリーしたら何もかも回復されるのか、もしくは極限まで絞っているんで、アンカハスは食事をして水分入れてももしかしたらちょっと違和感が残ってるかもしれませんね。ここね、減量失敗したりすると結構ね、打たれ強さとかにも影響で出るんです。あと、減量してリカバリーしたのに、なんか頭がぼーっとするなー感もね、これ出てきたりするんですよ。だから、もしかしたら、こういうことが起きる可能性は高いですよね。もしそうなってたらもう、井上拓磨選手のパンチで、倒れやすくなるとかね、十分生まれてくるんですよ。あと、リカバリーをして体重は戻ったんですけど、アンカース、思いのほか、いいパンチが打てないなんてこともあるんですよ。この減量を失敗すると。だからこれもね、勝負の一つですよね。鍵ですよね。キーポイント。ということで、まあ、これね、勝負に運も必要なんで、拓磨選手ね、この運もね、いくらかは、拓磨選手に向かってるんじゃないですか？今日ね、拓磨選手ね、KO しますよ。後半 KO ありえますね。もしくはいきなり、みんなの予想を覆して前半、本当に前に出る宣言をしてるんで、前半 KO なんて見れるかもしれませんね。アンカースのね、これ体調不良、ちょっと狙っていきましょうか。はい、なんか自分は今日、拓磨選手の日になるんではないかなと思ってきました。これちょっと楽しみですよね。はい、これでね、ちょっともう、前回と同じような試合内容だったらちょっと冷めちゃいますよね。今日は拓磨選手見せてくれると思いますよ。期待しましょう。はい、それではね、ちょっと今日自分で実況の方、まあ18時30分あたりから始めたいと思うのでね、皆さんぜひね、遊びに来てください。はい、ということでね、まずはね、これ見てくれた方はチャンネル登録、あと、Twitter、X と Instagram のフォロー、ぜひよろしくお願いします。以上です。ありがとうございました。